j w ーリー・ヒギンズは東日本旅客鉄道の外部顧問であり、かつてアメリカ空軍で勤務していた軍人、鉄道写真家、鉄道文化人、愛好家である。アメリカ合衆国ニュージャージー州出身。静岡県静岡市在住。妻は日本人女性である。一般では j w ヒギンズと称されることが多い。1927年生まれ、最終学歴は ミシガン大学。同校卒業後にアメリカ空軍に入隊し、第二次世界大戦終了後の1956年に中流アメリカ軍軍属として日本に来訪。1958年よりアメリカ空軍勤務。以後日本に在住する。なお、空軍時代の活動歴については公言されていない。ヒギンズは中流アメリカ軍時代から、 日本全国の鉄道写真の撮影を多数行っていた。特に私鉄関連を中心に取材活動を行い、ローカル私鉄や森林鉄道クラスまで代償問わず取材を行った。米軍勤務を活かし、1950年代より当時としては相当に高価であったカラーフィルム、それも大変色性に優れるコダクロームで撮影を行っていた。 所蔵枚数はカラー写真だけでも6000枚を超えている。また1960年代には鉄道ピクトリアルの読者投稿でも活動していた。現在は東日本旅客鉄道企画本部国際部顧問として活動している。2007年日本写真協会より同年度の日本写真協会賞の特別賞を80歳で受賞した。ありがとうございます。